皆さん、お疲れ様です。あの皆さんがね、あの50年にわたって戦っていることを聞いて、私ね、それあの、まあ、ショックもありますけど、すごいな、ね、まあ、私も国鉄労働者で、7年ちょっといろんなあの戦いやってきましたけども、これ地道だったなと。で、本当に50年っていうのはね、皆さんご苦楽、50年前っていうのはご苦楽で、お子さん結婚したり、結婚した人はお子さんができたりですね、まあ、その後お孫さんができたりとも、そういった方たちのね、皆さんをね、背負いながらね、まず頑張ってきたっていうことをね、改めてすごいなと思います。これからもずっと、まあ、あの応援をしていきたいと思ってます。で、皆さん、戦う我らって言ったら、おそらく皆さん知ってると思います。これあの浜田製機っていうあの 会社がですね、まあ、偽装闘争などをしながら労働者を切ったりした戦いなんですけど、私の住んでるあの浦和市にもありましてね、そういう仲間と一緒にある国鉄時代に戦いました。その時にできた、戦う我ら、皆さん知ってる方もいましたら、ぜひ口ずさんでほしいと思います。
明治乳業総議団の戦いは、職場の大変な中で、労働者たちが狭い部屋で、三交代勤務の中で体を壊し、病気になっていく、そういう大変な職場を改善しようと、組合を作って立ち上がった方々がいます。そういう方々がのことを、会社側の雇用組合が差別をして、そして、いまだにその賃金差別、組合差別を行い、ひどいことが続いているんです。そういうことを今、都の労働委員会で審議中でありますが、私たちはその会社に和解をしてほしい、そのいけなかったことはいけないとちゃんと認めてほしい、そして本当に一生涯の人権尊厳を取られてしまった、そういう方々を人生を回復してほしい、そういう思いでこちらで私たちは支援しています。どうぞ皆さん、明治ホールディングス、その会社に対して私たちは抗議をしているわけをぜひ知っていただいて、ブログでも日本一長い裁判ということで出ておりますので、ネット上でもご理解いただいてご支援をよろしくお願いいたします。そして明治の不買運動、やはりそういう会社が今まで安心安全な食品を願う私たち一消費者としても、そういうまともな会社になってほしい、また今働いている方々に事故やひどいセクハラ問題などのこともさまざまこの会社はまだ起こしています。そういうこともなくなって良い会社になってほしい、そう願ってここで座り込みを続けている、そういうことです。どうぞ皆さんご支援をよろしくお願いいたします。で次に橋本選手さん、はい、はい、すいません、皆さん本当お疲れ様です。ちょっと戦う歌とは変わりますけども、ちょっとね、津軽海峡冬景色一応やってみたいと思います。船から始まります。となりたい、ね、そういう気持ちも込めてあります。
明治ホールディングの会社のお依頼さん、社員の皆様、今日こうやって皆さんね、長年こうやって戦っているんですね。やっぱりこうやってね、これだけこうやって信念を持って戦っている人たちがいるってことをぜひ知ってほしいと思うんですよね。やはりこういう方々にやっぱりものをね、正しく言う人たちです。言う人たちがやっぱり一番会社を愛しているし、やっぱり仕事もできるし、そういうことだと私もね、いつもね、職場で思っております。私、国政生理やっていたんですけども、分割民営化でね、ちょうど私の子供まだ2歳だったんですけども、本当に首を切られるかどうか分からなくてですね、もう半分諦めていたんですけども、なんとかね、思いとどめてるんで、今、どこにいたので、今こうやってやってますけども、皆さんがこうやって戦っていることを思うとですね、やっぱり本当にね、胸が痛いますね。今ね、これから歌う歌なんですけども、俺たちのシルクロードっていうのがありまして、皆さんも今、やはり知っている方もいると思うんですけども、国鉄の闘争の時にですね、やっぱり、国鉄の労働者を励ます歌として作られました。この歌を、ぜひ皆さん、今と同じように知っている方がいましたら、ぜひ、口ずさんでいただきたいと思います。Thank you.
ご通行中の皆さん、私たちは明治乳業葬儀団を応援して支えていきたいと思っています。希望の楽団といいまして、今日はこちらで演奏させていただいております。この明治ホールディングス、明治乳業の工場で働いた人たちが38年にわたって裁判の闘争、戦いをしております。本当にそのことを明治の会社の方、職場を良くするため、ネクサをなくして人間差別、組合差別をなくしてほしい、良い社会に貢献する会社になってほしい、そういう思いでこの皆さんがまともな会社になってほしいと思って座り込み行動をやっています。和解をしてほしい。今新宿の都の労働委員会で審議中の案件があります。そのことをぜひ皆さんもネットなどで明治乳業葬儀団の日本一長い裁判、そのことを知っていただいて、ぜひ応援していただけたらと思います。最後に買いません。食べません。明治乳業葬儀団。